あなたは1ヶ月で何箱段ボールを開けますか？通販ヘビーユーザーなら1本は持っておきたいマストアイテム、段ボール用カッター、ダンちゃんがおすすめです。両刃なのでどちら側でも使うことができます。よーい、はい、OK、 カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。あーつい。皆さん、1ヶ月にですね、何箱段ボールを開けておりますでしょうか？監督はですね、まあ、10箱ぐらい開けておりますね。宅配便をはじめ、身近な梱包の主流は、段ボール箱。家庭で使う、業務で使う、段ボールをカットする機械に、こちら、ダンちゃんがめちゃくちゃおすすめです。販売しているメーカー、長谷川刃物は、1933年創業。職人の技と、先進の生産技術を融合させて生まれたのが、こちらの一本。Amazon ベストセラー、カテゴリー、軽作業カッター、トップの座を獲得しております。おすすめな人はこちら。通販なので段ボールを開封することが多い方、メルカリなどに商品を多く出品する方、ご家庭にペットや動物がいる方におすすめとなっております。こちらです。段ボールカッターダンちゃんです。至ってシンプルなものとなっております。ピントフォーカス、ピントフォーカス、顔じゃなくてカッターに当ててください。お願いします。 OK。 あー、ちょ、はい、主な特徴を紹介していきたいと思います。まずこちら、刃にですねフッ素加工がされております。フライパンや鍋の内側、主に炊飯器の内側などに施されているフッ素樹脂でコーティングすることによって、耐熱性、耐薬品性、難燃性、非粘着性に優れて加工されております。刃にですね、糊がつきにくい梱包のテープを何回も切っても綺麗な状態を維持することができます。2つ目、両刃なのでどちら側でも使うことができます。3つ目、刃先が丸くなっているので比較的安全に使えます。また開封作業時に中身を傷つけにくくなっております。4つ目、上下に鋭い切れ味を含むギザ刃がついておりますので、紐や PP バンドやビニール等も滑らずに切ることができます。5つ目、刃が剥き出しの状態で置いておけるので、まあ、さっと取り出してすぐ使うことができます。他にはですね、カッターやハサミはですね、段ボールを切るということが難しいかと思うのですが、このダンちゃんに関しては楽々です。曲線だったり自由自在に切ることができます。なおこちら、切る際はですね、こうではなくノコギリを使うような形でギコギコと切っていきます。実践してみたいと思います。段ボールがまあまあたくさんあるんですけども、こちらのまず段ボールですね、 Amazon から来た、もうテープがっつり貼られておりますね。ちょっとよく見ていてくださいね。ここなんですけども、まあテープを普通に剥がすことはできますけども、こちらをですね、刃先を段ボールのところに差し込みます。はい、まあ、このままこう引いても切れません。ですがこう切ることによって、はい、そしてこちら側も刃先を入れまして、はい、はい、オープン。あ、ちょっとこれが好きなのか。はい、おお、ここね、多分ベタつくと思うんですけども、はい、フッ素加工がされておりますのでベタベタになる心配はありませぬ。というわけですね。ちなみにこちら今開けたものがですね、コミカのブーム XDD ですね、自主映画の音声機材となっております。使い勝手によっては今後ですね、レビューをしていきたいなと思っております。あとですね、もう1点開けたいと思います。でですね、この機械にちょうどいいものがありましたので早速開けていきたいと思います。はい、こちらです。はい、何かデジャブ感がある方、監督ラボを見ていただきましてありがとうございます。この長さはもう分かりきっておりますが、でこれテープが貼られているところはですね、この上の箇所ですね、ちょっと画角に入らないんですけど、ここにねべったりとテープが貼られておりますので、はい、 OK。 これ持ち替えがねしなくていいのがやっぱりいいですね。はい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 、簡単にですね、これあるだけでめちゃくちゃ便利になりますね。で、はい、紙が、はいはいはい、段ボールの中にさらに段ボールいきますよ。はい、オープン。はい、こちら、じゃじゃん。はい、鬼滅の刃、刀2本目です。前回ですね、徳藤無一郎の刀をゲットしましたが、ついにカナオの刀を Amazon でポチりました。はい、こちらですね、購入してから約ですね、2、3週間経っております。やっとです。このダンちゃんのおかげで、やっと開けることができました。というわけで、はい、こちら。
で持ち手の部分ね、ちゃんとしっかりしておりますね。はい、ピント頑張って。はい、ピント、ちょっとお水タイムうるさいんですけど。はい、開けます。はい、アッキメッサツ。はい、うん、はお、あ、ミシっていった。はい、というわけでこちら日輪刀となっております。はい、こんな形ですね。はい、無一郎くんの刀ですね。はい、あれ、金尾大使の方がちょっと長いぞ。というわけで刀2本揃いました。ちょっとこうやるとしなりますね。同じ素材なのかな。まあね、クオリティはやっぱ安いので、こういったね、この部分とかはまあちょっと、はい、というわけでですね、今回はですね、まあ終盤に関してはちょっと鬼滅の刃入っちゃったんですけども、このおすすめなダンちゃんですね、もうぜひともですね、価格安いので購入してみてはいかがでしょうか。はい、このチャンネルでですね、監督がおすすめしたいもの、作品だったりを紹介しております。興味がある方はですね、チャンネル登録をして他の動画も見ていただければなと思っております。監督自身はですね、まあ監督という名前はですね、自主制作映画の監督から取っておりまして、概要欄にも貼っておきますので、もし興味がある方はですね、ぜひよろしくお願いいたします。何か思ったことや来てたことがあれば書いていただければですね、今後の作品作りに参考にさせていただきたいと、参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、いかがだったでしょうか。ダンボールカッターダンちゃん、めちゃくちゃおすすめです。概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方はぜひご覧ください。おさらいします。このダンちゃん、おすすめな人がですね、通販なのでダンボールを開ける機会が多い方、メルカリなどで商品を出品する機会が多い方、家庭にペットやお子さんがいる方、はい、という方にですね、とてもとてもとてもおすすめな商品となっております。監督もですね、こちら1本あるだけでダンボール解体かなり楽になっております。なのでめちゃくちゃおすすめかと思います。なおですね、ダンちゃんの他にシリーズがありまして、開封のために作られたカイちゃん、歯が収納できるスライドタイプの物流くん、絶対に中身を傷つけたくないなしくんなどもございます。というわけで、また今後もいろんな動画を出していきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。通販ユーザーなら1本販売している。あ、オッケー。あ、惜しい。惜しい。鋭い。はい、来ました。刀でございます。前回ですね、刀を願いします。